の声も入ってますよ。本当に。今日立会人が、久しぶりのね、立会人 K もいまして。ね、いつもありがとうございます。てか、お久しぶりです。明けおめぐらいな感じですよね。いや、本当そうですよね。いや、今日ちょっと豪華ですよ、なかなか。立会人が3人もいまして。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。立会人の方と今、ちょっと談笑しておりまして、ちょっといろいろとね、心がね、痛いような会話とかもちょっとしておりまして。高木俊里とか、寺山頑張ってんな、みたいなね、話して。役者さんってストイックですよね、みたいな話してるんですけどね。いや、その点、俺はなんか、まあ、ほんま、甘え俳優代表、郷本だ、みたいな話を散々して、散々、なんだ、自分をね、これ、なんて言うんでしたっけ、自分を、俺、本当、そういう言葉が出てこない。自分をけなすことを、なんて言うんでしたっけ、自虐だ。 それは本当にね、言葉が出てこないです。 自虐ネタをね、から、すみません、そんなスタートで。はい、皆さん、こんばんは。どうも、ゴモトです。皆さん、お元気ですか？いい夜を過ごしてますか？9時ですよ。9時ですよ。本当。いや、本当ね、今、桜の季節も来たかなと思って、ようやく桜満開になったかなと思ったら、もう散り出してるらしいですよ、東京は。なんと。俺、なんか、この間、雪が降った時に、もう桜が咲いてるとか、東京では満開のところもあるっていう話は聞いてたんですけど、いや、実際問題ね、雪降った時に、綺麗だなと思ったところはあったんですけど、まだ満開じゃねえだろうと思ってたんですよ。じゃあ今日、ちょっとまあいろんなところにちょっと移動することがあって、移動してて、パッと見たら、もう散りかけてんじゃねえかっつって。なんだったらもう、桜を楽しむのももう少しじゃないかと。もう短い期間になってるんじゃないかっていうような時になってましたね。で、俺ちょっと今焦って、今日の帰りとかちょっと夜桜見に行こうかななんてちょっと思ってるんですけど、皆さんいかがですか？もう花見などはされましたか？ね。そうか、まだあれですよね。今年早いですよね、本当に。いや、なんかおかしな天気ですよね。春が来たかと思えば、また雪が降ってね、冬に逆戻り、そして今度は初夏のような暑さと。京都が暑かったですよ、本当に東京は。まあ、北の方はね、まだちょっと寒かったりとか、桜咲いてなかったりする場所もあると思いますけれども、ほら、散り始めてますよね。中目黒には行った。ああ、いいね、行きましたか。いや、毎年ね、中目黒は行けたら必ず行きたい、目黒川のね、沿いのやつは。あそこはやっぱね、いいですよね。見応えがあるというか、あと、にぎやかで、そういう楽しい、祭り感が楽しい。で、行けるときは行ったりしてたんですけどね、今年はどうも行けそうになさそうなんですけど。いや、人、毎年増えてるんじゃないですか、中目黒のやつはね。どうですか、K はちなみに花見とかは、今年行かれました？中目黒のところをはい。ちらっと見ました。あ、そうですね。まあ、いろいろとね、ね、お仕事上、通られることも多いかと思いますけれども。そうか。でも逆にサラリーマンの方とかって、その会社の近くにあるとかだと、その自分の家から行く、その毎回ね、その見えたりしますもんね、その道中にあったりとか。そういう意味では、なんか役者って結構いろんな場所に行って不定期だから、ある意味新しい発見は多いですけどね。こんなところにも桜があったんだ。今日とか、王子の方に、ちょっと僕さっき観劇行きまして、昼、王子小劇場の方に、久しぶりの10年ぶりぐらいの王子小劇場だったんですけど、もうちょっと忘れてたんですよ。王子小劇場行った時に、なんか王子のなんかあそこででも一回イベントやったななんて思い出して、なんか王子プラザかなんかあるんですけど、そこでなんか DVD イベントかなんかどっかでやった覚えがあるんですけど、今日、クロムボリンブデンっていうところを見て、昔っていうか、まあ、数年前に、眠れない羊っていう作品で、共演しました、森下亮さんが所属されてる劇団で。いや、初クロムだったんですよ、実は。大阪時代から知ってたし、もちろんあれだったんですけど、亮さんのことも知ってたんですけど、共演してようやく見に行く機会ができて、いやー、なかなかな、これがクロム節かっていうような、もう内容で、4月の1日までやってるのかな。よろしかったら見に行っていただけたらなと思うんですけど、なかなかの見応えのある作品でしたね。大井小劇場で本当100人弱ぐらいのキャパで、すごい距離感近いところで、本当ザ・小劇場な感じなんですけど、言葉のね、テンポ感の速さだったり、同じ言葉を何度も繰り返すとかいうことが、僕はちょっと新鮮だったんですよね。新鮮だったんですよね、僕は。いや、僕は新鮮だったんですよね、こんな感じなんですよ。これがずっと同じ言葉の中で何度も繰り返されたりして、なんでこれ繰り返したんだろうとか、ふと思ったり、いろいろ考えさせられるんですけど、乾杯しましょうか。
すいません、すいません、すいません、さくらさん、ごめん、ありがとう、本当に。今、たまたま乾杯しませんって申して、今、確かにね、そうそう、いや、いや本当に、いや、面白い作品になったんですよ。じゃあ、今日はね、実はね、商売ロックの撮影だったり、あれが控えておりまして、今日ハイボールと、氷結のゼロを用意しております、2缶。今日は2缶飲めるといいなと思いながら、皆さん、飲み物の準備はよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。あ、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ノンアルコールのね、方もいると思いますけれども、皆様、何か ね、お飲み物が目の前にあるの、サラダチキンで乾杯すげえな、おい。俺も今日サラダチキン買うか迷ったけど、今日は一応避けるチーズ買っております。はい。よろしいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。飲み物のない方とか、移動中の方は一緒に心で乾杯していただけたらなと思います。じゃあ、本日もお疲れ様でした。そして、短い時間ですけれども、楽しんでいってください。乾杯。うまいね。やっぱ酒はうまいな。いや、この間のクジライの、実は先週クジライコスケのイベントで、ちょっと新宿ロフトワンでクジライジャパンに参加させてもらってますけど、ロフトワンスペースってすげえ久しぶりで、それこそ10年前ぐらいにいい男祭りかなんか当時あったんですよね。それでゲストで出させてもらって、当時山本翔真君とか藤田玲とか愛君とかいたのかな。でそれで僕もゲストで参加させてもらって、あ、こういう場所だったなって懐かしく思ってたら、あそこって割とこうなんだろう、夜のスペースっていうか、なんか酒とか結構自由に飲めたりとか、お客さんも一緒に飲みながらみたいな場所なんですよ。でそういうライブハウスとはちょっと違うんだけど、イベントスペースとしては割とこうラフなところない感じだったんだなと思って、久しぶりに行って思い出したんですけど、いやーもうひたすら飲みましたね俺。なんかもう自分のイベントじゃないからとか、ゲストだからとかのいいことに、それを理由にかわからないですけど、コウスケは全然酒飲まないんですけど、皆さんいいっすよって全然言ってくれたら、甘えて自分が登場するまでに3杯ぐらいハイボール飲んで、で登場したら、え、ハイボールって2杯ぐらい飲んで、計時にイベント終了するまでに戻って、楽屋に戻ってからとかも含めて10杯近く飲んでんじゃないかなくらい、いやー、とても陽気な時間でしたよ。あ、ね、たくさん、来ていただいた方もいるみたいで、ご来場ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。飲みすぎやんって、それそうだよね、本当に。いや本当にですよね、本当に。いや梅木、あ、そうそうそうね、桜さんとかゆき子さんとかね、あ、はるかさんもね、あ、来てましたね、ありがとうございます。そうそう、何かこうこのステージの方から見てて、あ、知ってる顔がいるなと思って、そのあったんですけれども、はい、まあ飲みすぎましたね、時は本当に。でも楽しかったな。結構ね、クジライがやっぱ MC 回しがうますぎてっていうか、とことん喋るから本当自由にできるっていうのって、なんか貴重な時間で、本当にクジライいると頼りになんなっていうか、もう自分が好き放題やっていいんだと思って、久しぶりにとか、初めてじゃないですか、あんなイベントであんなに酒飲んで自由にしてたなっていう感じでした。はい、ご来場ありがとうございました。あ、そして一昨日も初めてですね、商売ロックのショバミュー TV っていうのがありまして、ショバミュー TV、これ言いづらいんだよな、ショバミュー TV、 ショバミュー自体ちょっと言いづらかったんだけども、でもショバミュー TV っていうのがありまして、ひらがなでショバミューって、これなんか公式的にショバミューっていうのが初めて言われたみたいで、はい、今後ショバミューでいけるみたいですよ皆さん。ひらがなでショバミューでしたけどね。はい、でショバミュー TV もういいか、ショバミュー TV を米原君と、黒役の米原君と一緒にやらせていただきまして、いやーなんかたくさんご視聴いただいたみたいでありがとうございます。自分のこの直